さんこんにちは。今月の手話はテーマが仕事です。仕事の表現には2つあります。1つ目は手のひらを上に向けてこのように表現します。もう1回、仕事。事務関係の仕事の時はこのような表現を使います。もう1つは手を握りしめて上下にトントンと打ち合わせます。もう1回、仕事。これはものづくりという意味があります。ものづくり関係の仕事の時はこの表現を使います。他にもいろいろな仕事があります。紹介しますね。会社員、銀行員、介護士、公務員、医師、看護師、警察官、消防士、いろいろありますね。皆さんの仕事は何ですか？今月の手話はこれで終わります。次回もお楽しみに。